ちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日は LGBT の雑談です。テーマは LGB と T の違い、LGBT という言葉、この言葉にね、クエスチョニングの Q とか、あとプラスをつけて LGBTQ プラスというね、言葉もあるんですけども、今回は LGBT、 この4つの頭文字の言葉で、お話をしたいと思います。過去にね、LGBT の講座の動画でもいろいろとお話をしていますけども、 LGBT、 この4つの言葉よくね、まとめて使うことが多いと思います。いずれも、性的少数者を表す言葉です。で、この4つの言葉、LGB と T、 この3つと1つにね、実は分けて考えることもあるんですね。どういうことなのか、早速ですね、また今回も資料を作ってみましたので、画面をパソコンに切り替えてお話を進めていきたいと思います。それではご覧ください。はい、それでは画面をパソコンに移動しました。タイトルが LGB と T は違う？というタイトルでお話をしてみたいと思います。では早速なんですけども、じゃん、はい、こんなものを作ってみました。以前もね、 LGBT のね、解説をする資料でね、似たようなものを作ったんですけど、改めてね、簡単にまとめてみました。私たち性の3要素というのがね、あります。で、順番にですね、まず身体的性、これは体の性別、生まれ持った性別、私の場合は男の子として生まれてきました。で、2つ目、性自認、これは心で感じている性別のことを言います。私の場合は、小さい頃違和感は感じてましたけども、それが一体何なのか、今みたいなね、まだ LGBT とかね、性同一性障害とか、そういう言葉ってまだ昔なかったので、私は分かりませんでした。なので、小さい頃から、特にやっぱり第二次成長期とか、大人になる頃、高校生ぐらいの頃にやっぱり一番悩みましたね。なんで胸が膨らまないのかなとかって、本当にそういうの悩んでました。で、3つ目、今度は性的指向、これは恋愛対象の性別、好きになる対象の性別ですね。このあたりトランスジェンダーで細かく絡んでくるので、後ほどね、お話をしたいと思います。で、これ3要素と書きましたけども、これに加えて性表現、性表現というのは服装とか立ち振る舞いとかね、言葉遣いとか、そういうのあるんですけども、この性表現というのを入れて、性の4要素というふうな表現もあるんですけども、性表現に関してはね、今回は省かせていただいています。ちなみに私の場合は、性表現は男女両方ですかね。昔というかね、カミングアウトする前は普通に男性の格好で過ごしてましたけども、でもやっぱりね、女の子のこう格好をしてみたいっていうのはずっとそういう気持ちがありました。で、カミングアウトしてね、去年ですけども、カミングアウトして以降はね、遠慮なくスカート履いて、本当にやっぱり変わりましたね。はい、というわけで、こんな感じで、お話を進めていきたいと思います。次はこちらです。じゃん、はい、こんな感じです。まずですけども、ここにシスジェンダーと書きました。シスジェンダーというのは、一般的な方、非トランスジェンダーとここに書きましたけども、トランスジェンダーの対義語として、少数者の反対ですからね、多数者になりますよね。大体の人はこう、シスジェンダーという感じなんですね。なので、例えばですけども、これ女性の場合、体の性別が女性の場合、普通は心の性別も女性で、恋愛対象は男性、異性ですよね。で、一方、体の性別が男性の場合、心で感じている性別も男性で、恋愛対象は女性。これが一般的な形になりますね。はい。これを踏まえた上で、いろいろとお話をしてみたいと思います。もちろんね、必ずしも、このシスジェンダーのどちらにも当てはまらないと思う方、それは全然おかしいことじゃありませんよ。むやみにはめなくてもいいと思います。はい。で、こちらですね。左から順番に L、レズビアンの L です。そして G、これはゲイ。そして B、バイセクシャルと書きました。T は後ほど書きますね。L、G、B、これでね、この性的なこの3要素、性の3要素に当てはめて、ちょっと考えてみましょう。いきます。
ポン、はい、まずはこれですね、 L、 レズビアンの場合、レズビアンの方というのはまず身体的な性別、体の性別は女性です。で、性自認、心の性別も女性なので、ここはね同じですね、一致してます。で、性的思考、好きになる性別も女性です。なので、ここは女性同士のね、女性愛者、なので、これがレズビアンの方の、形となります。みんなこれね同じ、女性女性女性という風になります。一方、今度はポン、はい、今度はゲイですね、 G、 LGBT の G です。ゲイの場合、性別男性ですね、体の性別男性、心の性別男性、好きになる性別も男性です。まあ、なのでこのレズビアンと、ゲイというのは、まあ、対照的な関係にありますね。なので、レズビアンの方が、男性を好きになるとか、ゲイの方が女性を好きになるというのは、この理論上はありえないという、まあ、その場合はまた違う形になりますからね、まあ、それが後ほど、まあ、出てくるんですけども、まあ、とりあえず、レズビアンとゲイはこんな感じですね、はい、そしてポン、あれ出ないかな、ポン、あ、出た出た、はい、こんな感じ。今度はバイセクシュアルの場合はどうなるか。バイセクシュアルの場合、まずは、性別、体の性別が女性の場合ですね、性自認女性で、恋愛対象は両性、女性でも男性でも両方というふうになります。一方、体の性別が男性の場合、性自認、心の性別も男性、そして、はい、恋愛対象は両性というふうになります。なので、まあ、レズビアン、ゲイというのは、全ての性別が一致しているのに対して、バイセクシャルの場合は性自認、身体的な性別と心の性別というのは一致しているんですけども、好きになる対象というのは男性でも女性でも両方という、方のことをバイセクシャルというふうに言います。はい、これが、まあ、L、G、B、 この3つなんですけども、さあ、いよいよ T です。トランスジェンダーはどうなるかなんですね。はい、ここに書きました。まあ、これ3つずつ書きましたけども、まあ、3つずつのいろいろ種類があるというふうに一応表現してみます。まず左側、体の性別が女性の場合、ここに FTM と書きました。 FTM というのは、フェメールトゥメールという言葉の略です。そしてこちら、体の性別が男性の場合は逆です。 MTF、 メールトゥフェメールという表現をします。なので、よくトランスジェンダーの方で、私は FTM ですとか、私は MTF ですという言葉を使うんですけども、まあ、これはこの意味を表します。なので、私は MTF の中に入ります。さあ、私の場合は、まあ、私、体の性別は男性なので、ここの3つの中の一体どこに入るのかっていう方なんですけども、はい、いきます。ポン。はい、こんな感じ。うわぁ。いっぱい出てきましたね。じゃあちょっと順番に見ていきますね。まずね、体の性別が女性の場合なんですけども、体の性別が女性で性自認は男性ですね。ここがだから、逆転します。うん、先ほどのね、レズビアンの方とか、ゲイの方とか、あとバイセクシャルの方というのは基本的には体の性別と心の性別というのは一致しているんですけど、まずトランスジェンダーの場合は前提としてここが反転します。なので、体の性別が女性の場合、性自認が男性になり、こちらですね、体の性別が男性であれば性自認は女性になります。私もそうなんですね。はい、そしてその下ですね、性的思考はどうなるかなんですけども、これがね、バリエーションが多いんですね。まず、体の性別女性、心の性別が男性、性自認が女性という場合もあれば男性という場合もあれば両性という場合もあるんですね。はい、そして同じように体の性別が男性で、心の性別が女性で、性的指向が男性、女性、両性というふうにね、ここも同じようにバリエーションがあります。で、ここにはちょっと書ききれなかったんですけども、そもそも男性、女性というね、まあ、この2つには当てはまらない真ん中の中性的、あるいはそもそも性別を感じない無性的という、思いを持っている方もいますので、そういう方のバリエーションを含めるともっともっとたくさんバリエーションが出てきます。ちょっと表に書ききれなかったのでごめんなさい、割愛させていただきましたけども、まあ、こんな感じのバリエーションになります。なので、先ほどご紹介した LGB と、この T、
この最大の違いというのは、まあ、L と G と B というのはあくまで、性自認のことを言っていますよね。で、性自認、そして性的指向、これ全部、体の性別と同じ。ところがトランスジェンダーの場合は、まあ、性自認も違うし性的指向も違うしというので、本当にあの言葉でまとめるには、難しい概念なんですね。このあたりは難しいです。で、はい、お待たせしました。お待たせしたのかな。私の場合はこの表だとどこに当てはまるかっていうんですけども、じゃん、はい、ここです。最初にお話ししましたけども、私、男性として生まれてきました。男の子として生まれてきたけども、体では男の子なのに心の性別は女の子でした。で、私の場合なんですけども、性的指向、好きになる対象の性別は私は女性なんですね。普通にね、体が男性だけど心で感じているものが性別が女性であれば男性を好きになる、まあ、もちろんそういう方もいます。まあ、この左にちょっと薄くなっちゃったけどこう書いてありますけども、私の場合は、トランス女性のレズビアンという、まあ、表現になるんですけども、私は女性に憧れ、そして女性を感じているというわけで、こんな風に私の場合はなりました。難しいですね。本当に難しいですね。まあ、本当に難しいのを、なんとか分かりやすい、少しでもね、分かりやすいように表にまとめてみたんですけども、いかがでしたでしょうか。というわけでね、LGBT のね、この4つの言葉あります。まあ、本当はね、LGBTQ プラスという言葉もあるんですけども、まあ、基本的にね、LGB と、トランスジェンダーの T、まあ、これはね、分けて考えるということもあるので、今回は私なりに、解説をさせていただきました。はい、ではまた画面を切り替えたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。LGBT のことについてですけども、今回は LGB と、T、この3つと1つに分けた考え方もあるよというお話をさせていただきました。まあ、レズビアン、ゲイ、そして、バイセクシャル、この3つはいずれも、体の性別と心の性別は一致していますよね。そして、好きになる、対象、性的指向と言いますけども、好きになる対象の性別も同じということになりますよね。まあ、これに対してトランスジェンダー、最後の T の部分ですけどもね、トランスジェンダーというのは本当に、まあ、多種多様というか、本当に分けることが難しいくらい様々なバリエーションがあるよというお話でした。なので LGBT の T の場合はちょっとね、説明するときにややこしかったりとか、私も先ほどの資料を作ってるときに私自身もなんか頭が混乱してごちゃごちゃになっちゃった、そんなこともあったんですけども、まあ、難しいですよね。私たち当事者でも難しいと思ってるくらいですからね。本当に多様なものなんだな、奥深いものなんだなというふうに思いました。そういうふうにね、思っていただけるだけでもね、私たちはとても嬉しいです。そして最後余談なんですけども、まあ、もう少しすると9月ですよね。私が学生だった頃、9月っていつも水泳大会があってですね、私も出てましたけども、水泳といえば、まあ、プールといえば水着ですよね。で、私過去にプール問題のお話もしてますけども、今年最近ちょっと前のニュースで出てましたけども、大手なのかな、スポーツの、スクール水着のメーカーさんがジェンダーレスの、水着を開発したということで、中学とか高校とかでね、採用しているところが増えてき、ているというニュースを見ましたね。いや、写真を見た時に、あ、これいい水着じゃないって私思いました。いわゆる海パンスタイルとかね、そういうんじゃなくて、男女関係なく同じデザインで、上着は長袖になっていて、で、体全体を覆うようになっていて、で、下の部分は短パンみたいな感じで、まあ、セパレーツタイプですよね。なのでもう性別も関係ないですからね、この水着だったら男女問わず、まあ、トランスジェンダーでない方でもね、抵抗なく着れるんじゃないかななんて思いました。私は、まあ、私は体の性別は男性で心の性別は女性、なので小さい頃とかそのプールの授業っていうと、やっぱり普通に、
あの男子のね、あの海パンスタイルになるわけなんですけども、やっぱり私の場合はどうしてもあの肌の露出というのがすごく嫌で、あの上半身って普通ね、男性なら裸になるのが当たり前ですけども、私の場合はどうしてもその肌をさらけ出してるというのがすごく苦痛だったんですね。で、まあ私が学生だったっていうのは今から20年以上前の話になるんですけども、まあ、当時はまだそういうね LGBT っていう言葉もなかったですから、我慢するしかなかった。それで自分が抱いてる気持ちいいというのが異常なものだったっていうふうに思ってたので、人にも言えない状態でした。でもこういう今の世の中、あの世の中いろいろとあの情報がいろいろ出てくるようになってですね、やっぱりそういう当事者の方々の声も出てきて、こういうね水着が出始めたっていうのは本当にいいことだな、素晴らしいことだなと私このニュースを見て思いました。私が学生だった頃にこういう水着があれば、もっともっと安心して、授業を受けていたのかなと、恥ずかしさとかそういう、苦しい気持ちというのがなかった、少しでもね和らいでいたんじゃないかなと思いましたね。逆に今ね学生さんでトランスジェンダーとか LGBT とかそういう方にもっともっとね暮らしやすいというかね、生きやすい世の中になってほしいなと、そういう意味でもこの、ジェンダーレスの水着というのは本当に素晴らしいものだなと、もっと採用していってほしいななんて私は思いました。というわけで、今日は最後にちょっと余談で水着のお話もさせていただきましたけれども、今回の LGBT の雑談、 LGB と T は違うのかなとか、そういう感じのお話をさせていただきました。まあ、必ずしもねどれが間違いでどれが正解とかないですし、私自身がね思っていることをお伝えしているまでの話なんですけども、もしもねこの動画が何かご参考になればいいなと思いました。はい、というわけで今日の動画これで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。